教育総監は日本陸軍の教育を司る役職で、その事務は教育総監部が行った。教育総監及び総監部は明治20年5月31日に官軍部条例によって設置された官軍が前身で、1898年1月20日に教育総監部条例により設置された陸軍における教育統括機関であり、諸葛学校や陸軍将校の試験、 全部隊の教育を司った。ただし、航空に関しては、航空総監部が教育の大半を行い、参謀の要請は、参謀本部が干渉した。同年1月22日、東京市麹町区早草町一番地の元官軍部跡に会長した。1901年4月28日、麹町区大館長に移転。1941年12月8日から15日に、 かけて、陸軍省、参謀本部、陸軍航空総監部ともども、三宅坂一帯から一外野台の陸軍、士官学校跡地に移転した。総監は、陸軍中将以上をもって捕食され、陸軍大臣、参謀総長と総称して、陸軍参長官と呼ばれた。教育総監の発言は、その身分が、陸軍最高官の一つであること、またその職権が、 将兵に対する教育カリキュラムに大きく影響することなどから重視された。2.26事件において当職にあった渡辺上太郎大将は天皇期関説に理解を示す発言をしたこと、また行動派将校の主犯であった正木神三郎大将の公認として当職に就任したことから行動派の怒りを買い、 高橋太郎将位らの指揮する不評第三連隊の反乱軍によって自宅を襲撃され殺害される惨事となった。設置当初の組織は官軍部と同様に本部の保釈兵幹部、野戦法兵幹部、要塞法兵幹部、公兵幹部、市長兵幹部を置いた。1900年3月から本部部長を参謀長と解消。1907年10月9日、 要塞砲兵幹部を重砲兵幹部と解消する。1908年12月参謀長を本部長と解消。本部に諸部第1、第2の参加を置く。1919年4月から野砲兵幹部と重砲兵幹部は統合され、砲兵幹部となる。1938年7月、本部に部政を採用し、第1部、第2部を置く。 1941年4月からは、気兵幹部と通信兵幹部が新設。気兵幹部を改組し、飛行本部とし、陸軍省の外局となる。第1部は、総務部と解消し、第2部は廃止された。1945年3月から、校舎兵幹部が新設される。重砲兵官と統合し砲兵官となる。重砲兵官と解消。 野戦砲兵官と統合し砲兵官となる。ありがとうございます。